こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はフリオニールの究極神技使っていこうぜという動画プラスね、まあただ単純にフリオニールの究極神技 使うだけではつまらないかなと思って、っていうか僕がフリオニールの D 格を持っていないので、ええ持っていないので、ちょっとまあ考えた結果、要はフリオニールの究極神技、それから覚醒を併用してみようっていうねことプラスですよ、まあ動画のコメント等でもね、その究極神技と覚醒併用したパターン、それからシンクロと覚醒併用したパターンね、どっちが強いのみたいなお話とかねもあったので、そう、それならですよ、フリオニール自身の比較というよりは現行のね炎物理界最強、まあ炎属性の最強キャラランキングの動画もアップしましたが、ロック先生のシンクロと覚醒併用したパターン、これとどっちが強いのかなっていうところで比較してみようかなって思います。なんで、これでねこの動画を見れば、なんだ究極神技ってそういうことなんだっていうね、全てがわかると思う。この動画で究極神技が果たして今の現行のね環境においてどれぐらいの立ち位置にいるのかっていうのがわかると思う。はい、そんな感じの動画ですこれは。うん、まあ実験的なねことですよ。はい、ということで、まあ改めてですね、フリオニールの究極神技、そもそもどんなスペックなのっていうところでちょっと確認していこうと思う。はい、一定時間自身に必殺技の発揮属性に応じて性属性オア炎属性まとい重式効果中2段階まといだね。でこれがね究極神技の特性であるところ、発揮属性に応じてまとうっていうね、つまりツインエレメントモードとかとね一線を画す、もう必殺技を使った段階のダメージ量、有利なね、属性に応じた方をまとうということで、今回挑むのがラビリンスダンジョン難易度650の、迷宮スノージャイアントっていうところになってくるんで、まあ間違いなく炎属性をまとってくれるという相手です。でその他究極モード心芯だね、芯見ていくと、これは他のキャラにはない物理攻撃のダメージ5ターンアップ中という効果がくっついています。まあこの中っていうのが 1.2 倍なのか 1.3 倍なのかどちらか分かりませんけど、まあそれにしてもね、物理攻撃のシンプルにダメージを上げてくれるというバフなんですよね。もうほとんどのキャラこれでいいと思うんだけどね、なんか下手に追撃つけるとかよりもこっちの方がありがたい、変にね変なことしてくるよりは無難にこっちの方がありがたいので、そう、当初ね生放送でこれが発表された段階ではライトニングの方がなんか変わり種なのかなって、だいたいフリオニールのこのパターン物理攻撃のダメージ5ターンアップ中が、まあ、アタッカーの基本になるんじゃないかなって思ったんだけど、本当に全然思い違いでしたね。基本的にはむしろライトニングパターンっていうね、なんか特殊なキャラ固有の追撃がつくパターンの方が多かったっていうところなので、フリオニールが変わってるんですよ。はい、なんで火力感としてはめちゃくちゃフリオニール火力出ますっていうところも今回ちょっと見たいなっていうところがあって、あと究極モード技、まあこれに関してはアビリティの極化っていうものがくっついてて、まあ今回メインに使うのはロードオブアームズ回、これが3回使用するたびに威力が上がる、3回使用するたびじゃねえな、3回使用すると威力が上がる、プラス、原価突破レベルが1アップするという効果になっております。なので、今回のパターンでは、新容疑使って覚醒使って究極神技っていう流れになるので、最大で原価突破レベルがプラス4になる、なんで 49,999 が最大打点ということになります。でもう一個覚醒あるんで、クラウンブアームズ多分使ってるゲージが多分ないんで今回は使わないと思う、一応持っとくけどね。はい、で一応その物理攻撃のダメージアップ中っていうところもね遺憾なく見せておきたいので、レコマテいつもねだいたい火力上がるやつ 1.3 倍ぐらい上がる、ね物理攻撃のダメージアップ台とかそういったものを装備してるんですけど、今回あえて雷神レコマテにしました。なんか久しぶりに使ったね、雷神レコマテにします。これで攻撃力が上がるレコマテではないので、そう、代わりに今回必殺技っていうか究極神技についてる物理バフ
レコマテが雷神でもちゃんとカンストするのかってとこ見てほしい。ただフリオニールもう一個いい点ね、これレジマテ剣装備時物理攻撃のダメージアップ中っていうね、まあ、かなり強めのやつも持ってます。で今回追撃のレジマテあえて外しました。もう物理攻撃のダメージアップ小っていうところで、もうバフにバフっていうところでいきたいと思います。はい、あとはまあこんな感じですよね。はい、でまあその他のキャラの紹介ということになってきますが、クイナ、はい、こんな感じです。はい、戦技シンクロ覚醒戦技、はい、でロック、これ対抗馬のロックですね。はい、こんな感じでミラージュレイド、バーニングスピリット、星6戦技使うのかな、捕食戦技、新容疑、シンクロ覚醒、 LBG 召喚、なんかできるだけなんかワンチェインで今回終わらせたい感じはあるんだけど、終わるかどうかは微妙で略奪のコンパス、ブルカの、はい、戦技、チェイン、D 角、まあうん、シンクロ、メルビオフェ使うんじゃない、使わないんじゃない、はい、デコマテ、エースストライカーで、チャンウラ、はい、こんな感じです。パッサル、ファブルヒール、戦技、シンクロ、D 角、覚醒、はい、ベジマテ、こんな感じ、デコマテ、エースストライカー、はい、で魔石が後継バハムート、レシキ、後継オーディン、イフリート、後継バハムート、カイマ、ディーンということになっております。あとは注意点、あ、一応ね言っておくと、フリオニールの専用アビリティがこれ5回攻撃なんだよね。5回攻撃なので、他の、まあ、例えばロックみたいなこのバーニースピリットね、これ6回攻撃みたいなものと比べると一発分やっぱ火力としては下がってしまうので、いくらね限界突破レベル AAB 極化でね、あの上がっ強くなるとはいえ、5回攻撃っていうところがあるんで、その辺も踏まえてですね、ちょっとロックと、比較してほしいなと思います。はい、ということで、まあ、実際にやっていきましょう。ウェイトモードだからね、ちょっとね、ギリギリなんだよね。ギリギリワンチェインでギリ倒せないっていう、ギリ間に合わないかなっていう感じがするわ。どうなんでしょう。はい、ということで楽しんでいこう、ライムです。はい、ということでまずね、ロックさんをここで魔石をぶん投げていく。まあ、今回の、編成ではね初めてになるので、どんな感じになるか想像はついてないんですが、まあ楽しんでいこう。少なくとも言えるのが、本来ね、本当は発動させたいチェインのターンよりも一旦遅らせるっていうところが今回のポイントだと思う。今回の、編成でのわびさびだと思う。そういうの FFRK にはわびさびが必要だと思う。はい、でこれでロックがヒートスピリッツ、ヒースピで、バルフレームがブルカの式で、フリオニエここで新奥義打ちます。でチャンウラ、ファブラヒールします。でクイナが主力戦技打ちます。うん、まあ2段階か。でロックがここで新奥義、チャンウラどうだ、追撃、次、おお来た。でここでフリオニールさんが、フリオさんがここでロードマムズ使わないとまとえないんだよね。そう、新奥義とかはね普通の覚醒ツイエレメントモードだから、ここがねまあポイントになってくるんじゃねえかなって気がする。でここでクイナはファブガで、ファブラガーディアン、はい、でバルフレアがここでチェイン打ちたい気持ちをぐっとこらえてブルカの式、これポイントだと。今発動しちゃったらね、もう19秒ぐらいでチェーン切れちゃうから。でロックが先んじてシュレッドスピン打っちゃいます。この後どうせ覚醒打たないとなんないから、どちらかっていうと2発目のね、2発目の覚醒の方をチェーンに乗せるようなイメージだね、の方がタイムロスないよね。でフリオちゃんももう先にルーラーオブアームズ打っちゃいます。でクイネがここでフリオに託します。これで次のターンもフリオンを間髪入れず究極神技をぶちかますことができて、まあね、ロックと同じような、まあ行動になると、行動っていうか状態になるということです。で、ロックさんこの後このスノージャイアントの連続攻撃で多分ゲージ溜まると思うんで、ここ待機しとこう。ここ戦略的待機、ほら来た、
で、これでロックのゲージ溜まるんで、スラッシュアップ。で、バルフレア遅れ、ショイトラップ。うん。で、8.6 秒で、8.6 秒バズーカっていなかったっけ ?8.6 秒バズーカって芸人いたよね、なんか。一発屋でいたよね。ラッスンゴレライだっけ、ラッスンゴレライやってたやつだっけ、ラッスンゴレライ、なんたらかんたらでやってたよね。はい。で、ここで、バルフレアに託していく。で、フリオニーはここで究極審議。で、チャウラがマギ捨て。チャウラマギ捨てして、で、これバルフレアとロックどっちが先にゲージ溜まんだろうねっていう感じなんだけど。もうすでにもうここでロック本気だからね。で、バルフレアリーガク。やっぱロックの方が早いな。すげえな、ロックマジで。はい、2万。まあまあ、初撃だからね。初撃2万。まだチェインも全然溜まってないですから。初撃2万。まあでも初撃でこんだけ出れば十分っちゃ十分なんだけどね。十分すぎっちゃ十分主義なんだが。で、ここのターン結構、ここでミラージュレイドかな。あえてのね。あえてのミラージュレイド。これちょっと、この後、ロックが LBG 召喚しないといけないんですよ。で、火力感がね、ちょっと微妙なんだよね。微妙なんだね。82.4 じゃん。で、この後、フリオニールの攻撃、多分、39,099 連発すると思うんですよ。火力はちょっと微妙だよね。バフムトで意識投げとく。さすがに一気に 10% 削ることはないと思うんで、多分フリオニールの攻撃で多分ちょうどいい感じだと思う。おそらくこれで 9% は削んないだろうな。 9% 削んないだろうな。スノージャイアントの HP 覚えてないけど、うおー、39999、ギリ削んないわこれ。ギリ 0. 数パー残るわこれ。 0.4% ぐらい残るんじゃない。おお、ほら 0.4% ここで G フェニックス。おお、これ完璧な調整だね。完璧調整だね。で、ここで転生の炎を使いってフェーズに行きます。完璧。これで行動キャンセルをフェニックス肩代わりしてくれる。しかも属性剥がしもね、まとい剥がしもフェニックスが肩代わりしてくれるんだよね。完璧神調整、完璧。なおかつ HP も回復していく。で、ここで、クイナの星6戦技先にぶち当てたんやね。ロックなんか動か、先に動かすよりは。クイナ足おっせえなこいつ。なんだよこいつ。足おっせえなこいつ。クイナ足おっせえ。くそ、足おっせえ。足おっせえ。クイナ足おっせえ。クイナ足おっせえ。クイナここで星6戦技かます。で、バーニースプリット打つ。はい、3万3000。行くぜ。フリオニール、ロードオブアームズ、かい。さあ、どうだろうね。ロックさんが3万6000の中。うお、すげえ。ロック、マジ ATB 溜まん。あ、でもやっぱさすがだね。さすが3万9999。さすが出るね。さすがっすよ。さすがっすよ。フリオさん、さすが強いね。で、ロックは、シンクロと覚醒の併用だから、2回攻撃なんだよね、バーニースピリットが。6×、そう、36,000なんだよね。かける2。あ、今もう4万出てるけど。だから、4×24×2 で48万ってことだな、48万。一方で、フリオニールは、4万かけ5で20万かけ3だから60万か一旦。この差、ロックが一旦48万、フリオニールが60万ってことだね、今、現状では。ただ、ロックが ATB 蓄積時間が半分になってるから、全然、総ダメージ量で言えば、今完全にまだ全然ロックの方が火力感は上ということです。まあ、これはしょうがないけどね。まあ、だからこれが結局、なんだろう、もう現実フリオニール動く前に、だって2回動けるってことだから。実質だから、フリオニールの2倍ってことは、要は96万ってことでしょ?つまり。実質ね。フリオニールが60万出してる。あ、でも49,999出るようになってる。すごい。5万。5万。
これ火力上がってる、強い、5万、そう、強い、強えな。見た、みんな今見てた、今みんな見てた今。ここでロックが、ロックやることなくなってはないんだけど、どうすっか、これこれさ、今チェイン微妙じゃない？これ今このタイミングで入ったけど、チェイン切れるよね、これ普通に。チェイン最後切れるよな、これミラージュレイドやってくか。これワンチェインやっぱ無理か。で、話戻すけど、フリオニールが今5万出てたよね、極化の。極化のあの2段階状態でね。ってことは、ってことはだ。てか、バルフレアゲージ託して次チェインかけ直すか。今失敗したね。今、なんか喋りに夢中になりすぎちゃってたわ。どうすんの？今やっときゃよかったぜ。失敗したぜ。バルフレアに先にゲージ託してチェーンやっときゃよかった。失敗失敗。で、17秒で、移行したから22秒ぐらいかな。22秒ぐらい。あー、クラウンオブアームズ撃ってるゲージあんな。これ、クラウンオブアームズ撃っとく？撃ってみる？撃つゲージあるな、これ。どうせやることないし、今。これで今、限界突破レベルプラス5の状態ってことかな、多分。プラス5エグくない？プラス5結構エグくない？チャンウラ D 角打っとこう。あと 2.5 秒ぐらいで。スーパーカチカチタイム終わるかな。今フリオニールが今スーパーアルティメットモードに入ってんだよね。でバルフレア勝利かけ直します。まあ毒性攻撃強化プラスね2も上がったし、今プラス5の状態だ。まあそろそろ切れるんだろうけど、はい。で今のうちにチェーン稼いでおきましょう。でフリオニールが次のターン攻撃しないと毒性まとえないので、ロードオブアームズ回撃します。まあまあね、まあ今さすがにスーパーカチカチタイムで勝つ。今3段階マットになったね。輪っか3つだった。ちょっと火力上がったね。エイポンワルツ、これ覚醒2の追加効果だね。でまあロックさん打っとくか。どうせ行動早いしな。チェーン稼いどこ、ちょっとでも。でバールフレアさんがここ待機してた方がいいよね。これはこのターンさすがに待機だよな。このターンさすがに待機してカチカチタイムが解けるの待とうか。で多分スノージャイアントの攻撃が合図になると思うんで、これ脳天氷撃、これ来てもうちょい、こんぐらいか。多分これで切れてんじゃねえかな。切れてる、 OK。 でこの後のフリオニールのダメージ感を見てほしいなって思う。いきます、ロードオブアームズ回プラス覚醒2つ。でも新奥義の効果とかもう切れてんのかな。最初に打った覚醒の効果もう切れてるかもしんない。もう切れてるかも。まあ、どっちにしろ多分これでフィニッシュだと思う。あー2万9000。あーさすがに。3万。あーまあ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 。でもロックが2万ぐらいだってことを考え、ウェポンワルツ。なるほど。まあこんな感じだね、現実ね。結局、現実的に見せたかったのって結局これなんだよね。そうなので、まあ、単純に究極審議とその覚醒とかの併用だとやっぱり ATB そのまま短縮するようなキャラと比べちゃうと、まあ勝てないよね。勝てないよね。さっきも言ったけど、要は
フユニールが一旦でね、60万出せますって、60万出せますで、隣で、まあ一応でやろうと思えば、アビリティの極化でね、49,999×5、一発、一回出たよね。一回そのターンあったけど、5×5、25×3 で75万か。フユニール一旦75万出せますって言っても、ロックが、そのね、フユニールが一回動く間に2回動けるわけだから。2回動ける24万 ×2 4つまり48万一旦それを2回だから96万なわけだよね。だから結局ロックが96万、フリオニールが75万っていう戦いになっちゃうから、まあロックの方が強いねってなっちゃう。まあこれが結局現実なので、究極シーンが出たからといって特別そのロックが、フリオニール弱くなったとかっていうわけでは全くないし、そう、別に究極シーンが出たからといって今の環境がガラッと変わるわけでも全くないと。まあもちろん場面によりけりだけどね。例えばまあさっき見てもらった通り、一発あたりの火力ってやっぱり当然フリオニールの火力出るわけだから、もっとね硬いバハムト霊式のフェーズ3とかっていう場面になってくると、多分そんなにロックも火力伸びずみたいなことになるだろうし、フリオニールのが総合的に火力が出て、強式4とかも割りやすいみたいな場面にもなってくるかもしれないので、まあ、そこら辺はまあ場面によりけりかな。はい、という感じでした。これがやりたかったといったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。